では、キャリア座談会第2回目、始めたいと思います。お願いします。イェイ。お願いします。今回のテーマは、キャリアアップのためのスキルアップということで、キャリアを上げていくには、どういったスキルをつけていくといいのかみたいなところを、お話ししていきたいと思います。はい。キャリアアップのためのスキルアップか。これなんかでもシンプルに三島さんはいろんな特許事務所の採用面接同席したりしてるわけなので、うん、結局何を求められるかって割ともう明確ですよね。そうですね。王道の話だと、明細書は書けることとか、基本的に明細書書けてこそみたいなのが多いので、その国内の明細書かけ、もうなんかあんまり指導しないで、どんどん件数でこなしていけるっていう感じだと、こう、年収が上がるケースもあったりしますね。そうですよね。明細書の件数ね。うん、なんか、なんていうのかな。それって、全員そうじゃないですか。全員そうで、で、実際、明細書をかけるからといって、人間性に問題があったりとか、クライアントフェイシングが全くできないとかになると、トラブルの元になったりとか、その、事務所の雰囲気を悪くするとかで、結構小中規模の事務所だと、致命的だと思うんですよね。これから成長しようっていう時に、なんか、全然価値観違う人とかが入ってきてしまうと。なんでみんな、で、あと、変な話、明細書作成するスキルって、その、教育体制とかである程度リカバーもできるわけじゃないですか。だから、むしろその、入社してからも変えられないようなものをきっちりと見るべきであって、なぜ入社してからもリカバーできて、しかも日常の仕事の仕組みの中で本来的にはそこって成長する部分だから、なんかそっちに振り切りすぎてる業界構造って謎っちゃ謎だなっていう気はしてるんですよね。シンプルに、そんな明細書バリバリかけて、クライアントフェイシングもできて、なんか営業もできて、部下も育てられてみたいな人いるわけないんだから、そんな人は独立してますって話なので、どれを取らないかじゃないですか、採用時って。割とこう採用をまずする側の問題としては、もう明細書言い過ぎなんじゃないかなっていうのは思います。結局自分たちの事務所では教育する体制がなかったりとか、教育できなかったりとかで、短期的には目の前に案件があるから、さばいて売り上げつけたいんでしょうと。でもそれって長期的な組織の成長に本当に意味あることなんですかというところは、なんか採用する側というか事務所側は考えた方がいいんじゃないかなと、事務所経営している側としてはすごい思いますね。で、逆に応募する側は、そこが受けるって分かってるんだから、やっぱりそこの履歴書に分かりやすくそこを書くっていうのはもう最重要で、よくうちにも応募来ますけど、その明細書の作成件数を書いてる人がいれば、まだマシかなというところで、まず当然書いてない人もいます。で、あと書いてるとしても番号までちゃんと書いたりする人もいれば、そうじゃない人も。で、広報の PDF とか、J プラットパッドのリンクとか、丁寧に送ってくださる方とかもいます。で、ここまではでもまだやるんですけど、もうちょっとやっぱ踏み込むべきは、単なる件数だけじゃなくて、例えば自分の技術分野はこれだから、で言うても件数、その1ヶ月に何件かけるかとかが大事なわけじゃないですか。でもそれはもう分かってるわけじゃないですか、みんな。だから自分の出力としてはこれくらいですとか、この分野は先輩のチェックなしに書いてますとか、なんかそういう機微までプレゼンしてくれば、書類なんて当然通るし、そういう言い方を分かってる人なんだなってことって、人間性とかビジネス的なセンスみたいなものも当然なんていうんですか、評価されるわけですよね。あるいはその特許事務所が代理しているクライアントとかをJプラットパッドが調べておいて、このクライアントに近い、例えばコンピューターの方はやったことありますとか、そういうのを一言それだけで、あ、うちの事務所の特性勉強してきてんだなっていうのが分かるわけだから、そうなると1時間で終わるような話なわけで、そこでアピールできるものがないんだったら、
スキルアップが必要になってくるわけですけど、まあ、実績とかですかね。うん。そんな気がします。なんかこういう、いわゆる企業研究みたいなのって大事だと思うんですけど、うんうん、なんか新卒とかで会社に入るときに結構やってたような気がするんですよね。僕はやってたんですけど、うんうんうん、なんか結局企業研究して、なんていうか、この初めて入る会社について研究してから入ろうねみたいなことを教えてこられたんで、まあそれをやってたと思うんですよ、皆さん、大体って、うんうんうん。結構でも転職になるとあんまりそこがあんまりなくて。なるほどね。新卒の時はやるが、転職になるとやらないと。そうなんですね。やっぱり、その年収とか、やってる仕事とかを最初見ちゃって、うんうん、で、そこから、まあ自分が入ったらどんな感じなのかみたいな、一応想像はするんですけど、あんまり具体的な研究までをして、うんうん望むっていう人はやっぱちょっと少なくなってるような気はしますね、転職の方が。そういうのって三島さんってアドバイスしないんですか？あ、します、します。やっぱり、やっぱり履歴書、職務経歴書の書き方をこうやって書いたらいいですよっていうのは、結構今、岩瀬さんが言ってたようなことを言ったりしますね。僕は前職ドワンゴって会社だったんですけど、まあ、当然転職で入って、その時はもうドワンゴの特許なんか全部読みますし、海外に、ね、実際に出してるのか出してないのかとか、まあ、当然全部調べていくわけですよ。で、行くとどうなるかっていうと、まあ正直相手の法務部長より詳しかったわけですよ。そのドワンゴの知財状況とか、まあ、特許とか商標の状況、あ、そうなんだって普通に言われますからね。言うてもそういうレベルなので、やっぱ徹底的に調べておけば、まあ、逆にちょっと気持ち悪がられましたけど、なんだろう、まあそれくらいやっぱり情報は使って、知財は情報財なわけですから、やっぱそれを使い倒すっていうことが大事 で、一番大事なのは内容が合ってるかどうかじゃないんですよ。そこまでやった行動そのものがアピールポイントになっているので外しててもいいんですよね。全然いいの。これは僕が面接する側の時も全く思ってて、なんだろう、ドワンゴに応募来るじゃないですか。まあ月にも、なんだろう、多い時とか 10人はなかったかな、まあ、5人とかまあ来るわけですよ。でもう御社は外国出願するんですかとかいう点でまあ不採用ですよね。あ、うちに興味あって調べてもいないんだなと。でそんな情報を扱えないような人は申し訳ないけど、うちのチームにいらないということで、まあ、速攻落とすわけですよ。で逆に外国出願の状況を調べたけれども検索でヒットしなくて、それってこういうことですかみたいなディスカッションしてくる人もいて、当然いるわけですよ、そういう人って。でそういう人は結果検索ロジックが間違ってたりすることもあって、本当はこういう検索の組み方をすれば見つかったりすることもあるんですけど、そこはもう全く気にしてない。やってきてるっていうこと自体が、ああ、賢いなってやっぱ思うし、そういう自発的に動く人って、チームに入ってもらうと、きっと会社のことを考えて積極的に動いてくれるだろうな、相対的にやっぱ思うので、うん、なんか話してるとあれですよね、キャリアアップ？キャリアアップのためのスキルアップ。で転職っていう観点でいくと、なんかスキルアップそのものよりも、なんか本当に転職時にやるべきことやろう、やれるスキルみたいな話がまずありますね。実務スキルというよりは、転職活動スキルがまず大事っていう。うん、そう。ビジネスマンとしてもっと身につけた方がいいし、逆に周りがあんま身につけてない可能性あるから、ちょっとやるだけで。もうなんかすごいって話にはなるかもしれないですね。うん、で結果はだって、どうせどんなに偉そうなこと言ったり、どんなに生意気なこと言ったり、どんなにダメダメなこと言っても、結局評価されるのって入ってからだから、ね、入ってからちゃんとその評価されてキャリアアップとかするわけですから、転職だけで考えたら、もうちょっとプレゼンスキルとかそっちの方かもしれないですね。うん、なんか、ひょっとしたらあれかもしれないですね。その、転職を考えるときって、何かしらの不満やら、何かきっかけがあると思うんですよね。うん、現状が上がったとか、そうですね。生活がちょっと変わったとか。そうですね。うんうんうん、なんか、まあ、よくあるのだと、年収が上がらないとか、この事務所にいてもこれ以上上がらない可能性があるとか。うん、なんかどう頑張っても、これ以上、この上にはこういう人たちがいて、上がることができないとか。だからそれが先に行って、年収を上げるために転職をするみたいな考えになって、
で、そこから求人を見るときはやっぱ年収を見ちゃうので、先にその対策の部分を考える前にそっちの話がやっぱり出ちゃうので、それで、まあ、まずは応募し、まずは、なんですかね、その、書類選考を出してみないと、わからないって言って、どんどん出しちゃう人がいらっしゃるんですけど、まあ、それでやっぱり対策しないで、出した結果、どんどん落ちちゃうってことはあったりします。なるほどね。年収を上げたいんだったら、副業やるのが一番いいと思いますけどね。はい、そうですね。年収を上げたいっていうのが究極の目的なのであれば、うん、方法はいくつかあるわけじゃないですか。資産運用、在宅するとか、うん、あの副業やるとか、まあ、純粋に昇給制度に真っ向から勝負するとか、年収の高い事務所に転職するとか、いくつかあると思うんですけど、副業は多分一番裏切らない。確実に上がるっていう。うんうん、まあ、なかなか結構この業界、僕の思う限りだと、なかなか結構副業をさせてもらえる事務所がまだまだ少ないのかなっていうのは結構思ってて、なんか結構 NG なとこ多いですね、大手の事務所とか特に。それはもう天下のサイボーズの神家さんはどう思うんですか、副業万歳みたいな会社じゃないですか。サイボーズの方針としても、優秀な人だったら副業でも入ってほしいっていうのと、ですよね、今すでにいる、社員の人がこう他に何かやりたいってなった時に、辞められるよりは、まあ、副業として残ってくれてる方がいいっていう、うん、そこがあるんで。逆になんで副業禁止にするんですかね。なんですかね。まあ、事務的なところで言うと、その、税金回りとかで、うんうん、あと雇用がダブって、たりすると管理が必要だったりするので、まあ、そうですね、いう体制がないと、簡単にできないっていうのはまああるかもしれないんですけど、ただ優秀な人材を取る、その労働集約型、サイボーズ山梨も、まあ、特許事務所なんて完全に労働集約型産業なわけですよ、うん、ということは人材の採用は仕入れそのものであってクオリティの担保そのものであって、あの死活問題なわけですよね。いや本当に優秀な人間が一人入るだけで事務所変わるわけじゃないですか。うん、なのでそこそのなんか大目的があると考えると、税金の問題とか保険の問題は全て解決可能な課題なので、うんうん、そこだけで言うとね、ちょっとやっぱサボってんじゃないのかなとか思っちゃいますけどね。経営を在宅勤務にすると何やってるかわからないから、管理したい監視したいみたいな思想と同じだと思うんですよ。もうその話はやめよう。レベルが低すぎて、もう何しろリモートワークなんちゃらみたいな話ですよね。未だにまだ議論してる人がいるけど、もううんざり。もうしのごの言う前にやってみりゃいいじゃんとか思いますよね。はいはい。まあ、じゃあちょっとまとめに入りますか。西山さん、まとめをお願いします。マジっすか。そうですね。このテーマに対して。ああ、そうですね。まあ、そうですね。キャリアアップをするのであれば、まあ、その、まずその、なんていうんですかね。キャリアアップを、まあ、するための職場っていうのは多分どっかしらにあるわけだと思うんですよ。必ず。自分に合ってるところとか、まあ、あとは人間的に相性が合う人たちとかも絶対あると思うんで、そういう環境が働くと、その人の力が発揮できるところもあると思うんで、なんかそこをちゃんとこう見極めて、まあ、その活動して、転職活動するのがいいと思うので、まあ、やっぱり研究ですかね、まあ、事務所の研究とか、ちゃんと下調べをちゃんとした上で、こう、選考を進めていく。で、ちゃんと書類選考の段階から、応募書類の準備とかをしっかりした上で、進めていくと、キャリアアップ、いいキャリアアップができるんじゃないかと思っております。はい。大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと普通だな。そうですね。あれ、前飲んでるときもっとなんか踏み込んだ話したんだけど。まだ、ボリューム2くらいじゃ、ちょっとエンジンつかないですか。いや、そんなことないですけどね。大丈夫です。じゃあ、第2回目、
とりあえず段階これで終了したいと思います。ありがとうございました。はい、どうもです。ありがとうございました。